家電女優の夏子です。ドライヤーを計20台ほど所有するマニアの私が今回も前回に引き続き新作のドライヤーをレビューしていきます。リファ、可動、シャープの3つを実際に使いながら詳しくメリット、デメリットをお伝えしていきますので、最後までぜひご覧ください。どうぞ。1つ目はリファの新作、リファビューテックドライヤースマート。従来モデルのリファビューテックドライヤープロと比べて約 40% も軽量化し、折りたたみが可能になったのがポイント。表面に施されたこのリブ加工はおしゃれなだけでなく握りやすくて、こんな風に折りたためるのも大きなポイントです。コンパクトになったことでツヤ髪になれる威力が落ちたんじゃないのと不安に思う方もいるかもしれないんだけど、小さくなったのに仕上がりの良さはそのままというのが本機の大きな特徴なんです。髪表面の温度を約50度以下にキープするスカルプモードで頭皮周りをざっと乾かした後で、中間から毛先をメインに約60度以下にキープするモイストモードで細部を乾かしていくのが最も効率的な使い方。想像の3倍ぐらい風量がパワフルで、華奢なボディからは考えられないほどの爆風っぷり。ハイドロイオンが発生しているそうで、ツヤ感も翌朝までしっかりキープ、速乾性もかなり高いです。スローだとこんな感じ。この頭皮と毛先を分けてそれぞれに適した温度で乾かしてくれる感覚って、まさにプロのヘアメイクさんや美容師さんのやり方そのものなんですよね。それをお家で再現できるのは革新的だし、さすがサロンが開発しているだけのことはあるなと思いました。温度管理のセンサーが優秀なので、頭皮の生乾きや毛先のオーバードライを防げている印象です。付属のアタッチメントをつけるとこんな感じ。柄の部分が他のドライヤーと比べても圧倒的に長いので、ブローがとってもしやすくて、レイヤーの風合い出しやロングヘアの方もストレスなく使えます。特にウェーブ系のパーマをかけている方は指先で毛束をツイストしつつ狙った部分に風を当てやすいから綺麗なカールを作りやすいです。私はおでこを狭く見せるための産毛パーマなるものを前髪にかけてるんだけど、ピンポイントのパーマも復活させやすくて実用的だなって思いました。ただこれドライヤーマニアすぎる、マニアックすぎる視点かもしれないんだけど、使ってる時の可動音がやや高めなのが独特だなと思いました。あとこの柄の部分が長いからこそ、髪と吹き出し口との間に距離が若干できやすいので、ショートカットの方とかはこう毛流れが逆流しすぎないように程よい角度を見つけるのに最初は慣れが必要かなと思いました。まとめると、リファならではのツヤ髪を求めるという方、仕上がりに繊細さを求めるという方、コンパクト性が欲しいという方には特に最適なドライヤーかなと思います。現在は全国の美容室サロンでの先行販売なんだけど、順次家電量販店でも買えるようになるそうなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。2つ目はバトン形状の可動のバトン。おしゃれな空気清浄機や加湿器で有名な可動が5年以上もの歳月をかけたそうで、完成品を目にした時には思わず震えました。古い旅館とかに置いてあるようなブローがメインのくるくる系のドライヤーにフォルムはちょっと似てるんだけれども、比にならないパワフルさで、あくまでもこちらはドライヤー機能がメインです。風量調節は4段階で、下側は空気が出入りする排気口なので手で塞がないように要注意。マイナスイオンを含んだ風の最高温度は約85度までで、実際に使ってみるとスティック状だからこそまるで手指の延長線上のような感覚で使えるのが超新鮮。約 298g と軽量性がダントツなので、腕が疲れにくく後頭部も生え際も思いのままヘアドライできちゃいます。スローで見るとこんな感じ。使用中に思考が無になれるので、そっか、ドライヤーをかけるっていう行為はこんなにも自由で良かったんだなって、なんか気がつかされた感じですね。他のドライヤーと比べても風の直進性が圧倒的なので速乾性も高いです。ドライヤー嫌いの私の夫もこれなら気軽に使えるそうで、毎日ドライヤーを使ってくれるようになったのが個人的に大きな収穫です。ヘアドライだけでなくブローやスタイリングのしやすさにも特化していて、付属のこのカールブラシはマグネットでこんな風に簡単に着脱できて、トップにふんわりとしたボリュームを出したり、毛先にこんな風にカールをかけたりすることもできます。朝の忙しい時にこれ本当に便利。電源コードが長めかつ360度回転するため絡みづらい点も推し。持ち運びに便利なポーチが付属するのと、洗面台でも場所を取らない小スペース性が唯一無二です。
ただ風の直進性が他のドライヤーと比べても圧倒的に高くて、めちゃくちゃ持ちやすいからこそ、使ってる時にこうボーっとしすぎてしまうと若干乾かしムラが起きやすいかなって印象です。なので仕上げはこうしっかりとバーっとかけてほしいなと思います。あとボリュームがいい意味で出るので、まとまった印象に仕上げたい時にはこんな感じで手ぐしも活用するのがおすすめです。まとめると、ドライヤーをパートナーと一緒に兼用したいという方、ふんわりとしたボリューム感が欲しいという方、ドライヤーに携帯性を求めるという方に特に最適な機種だと思います。ガドーの他の家電も美しすぎるので、ぜひ公式ホームページを見てみてください。最後はシャープのプラズマクラスタードレープフロードライヤー IBWX さんです。打ち出の小槌のようなユニークな形状なんだけど、この2つの吹き出し口からパワフルな風が出ることで、とにかく大風量で速乾性が最強なんです。優秀なセンシング技術で余計な暑さを感じずに済むのに、地肌までしっかりと風が伝わるので頭皮環境の向上も期待できます。センシングモードはかなり頭皮まで近づけても大丈夫。プラズマクラスターイオンのおかげで手触りの良いしっとりとした髪質に仕上がり、ヘアカラーのキープ、UV ケアにもつながるのだそう。スローで見るとこんな感じ。私の髪は本来とってもパサつきやすいんだけど、これを使うとしっとりと滑らかになるのを感じられます。風が行き渡る範囲がとってもワイドなので、時短でまんべんなく乾かせる点も推し。さらにこのドライヤーのおすすめポイントは、小さな子供の髪も優しく乾かせるジェントルモードがあるところです。我が家のもうすぐ2歳になる息子も、このジェントルモードなら風を怖がらないので、お風呂上がりのヘアドライヤーにとっても助かっています。この独特の形状はデザインとしての好みが若干分かれそうだなとは思うんですけれども、速乾性と頭皮のケアを求めるという方、小さなお子様のヘアドライにも使いたいという方には本気一択だと思います。3機種紹介してきた中で気になるものはありましたでしょうか。ぜひ参考になれば嬉しいです。そして私夏子、インスタグラム、ツイッター、YouTube と各種 SNS やっておりますので、ぜひこの動画の概要欄から飛んでフォローしていただけるととっても励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの動画へのいいねボタンのプッシュと、ウィズクラスのチャンネル登録もしていただきますととっても嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。以上、夏子でした。バイバーイ。